走れ闇を貫けスーパーソニック遥か空へと吹くエクソソンの命の鼓動が聞こえるかトランスフォームトランスフォームひとつカンロボットカンロボットカンロボットサイバートローンファイヤーカッパドキア龍門石窟南海の火山島どうしたんですかファイヤーコンボイこれまでデストロンガーと戦った場所をチェックしたんだがどうも引っかかるんだ引っかかるって特にこの3カ所は破壊だけが目的ならば彼らが狙う場所とも思えないいつもならもっと人が大勢いるところを狙えますよねそうなんだ何か他に目的もしデストロンガーが大西博士から大パーツの情報を引き出していたとすればデストロンガーたちも大パーツを探しているああ十分考えられることだフフフフフ変身グシャ変身ギルド変身ガスカンク変身おお、あれが明日から公開されるモニュメントタワーかテレビで見るよりでかいわね来てみてよかった何言うてんねん観光に来たんとちゃうっちゅうねんおお、摩天楼のさらなる上にそびえ立つ塔よ空を貫くその気高さは偉大なるギガトロン様の栄光にも似たり似たりってなんでそこで笑うんやかあゲルサークの考えることはわからんまた変なこと思いついたんじゃないの多分おいお前たち今回はこの完成したてのモニュメントタワーをぶっ壊すそうすればすぐにニュースで報道されて俺たちがテレビに映るってわけだこのところブラックコンボイたちに美味しいところをさらわれてばかりいるからなやっぱりテレビに映って目立ちたいのかこれはまたせこい作戦やなうるさいいいから派手にやれうわーすごい眺めだなあんなに遠くまで見えるよ僕たちの家はあっちの方だね公開される前のご招待で来てみてよかった最近車に乗ってるとろくな目に合わないもんね何今の音あれデストロンガーだどうしてどうしてなのメザーストーム戦闘メーゾーライトメーザーレストメーザー正義の味方ゲルシャークデストロンガーがモニュメントタワーを破壊していますはいメンバーセレクトだラジャービルドマスターねビルドマスターエマージェンシーよーし中央アジア横断ルート完成だバカこのところ新しいルート作りも順調でございますなあファイヤーコンボイがエマージェンシーコールをかけてくれるようになったからかななんだか地中の仕事も地上の仕事も楽しくって仕事に張りがあるのはいいことでございますビルドマスター応答してください若愛姫でございますぞこちらビルドマスターエマージェンシーかいビルドボーイ都心のモニュメントタワー周辺にデストロンガーが出現したの直ちに現場に急行してください了解直ちに向かいます若
急ぎましょう。ユドマツ、どうだ。おお、なんでこんなとこに現れるんだよ。どうして、どうしてなの。おっ、ビルドボーイトランスフォーム。はっ、トランスフォーム。ほら、やめろよ、こんなとこで何暴れてんだよ。あら、また一斉よく出てきたこと。まさか、完成したばかりのタワーを壊せばテレビに映って目立つだろうなんて浅はかな考えではないだろうな。図星やで。いやね、無視だ無視。いいからもっと暴れろ、もっと。やっぱ動揺しとるな、これは。まあ、ほなわてらもライトメーカー。ゴー。あら、人間がいるわよ。ほんまや。かまわん、ぶっ壊すんだ。あ、大変だ。やめろと言われて素直にやめる性格だと思ってるのか、小僧。せやで、体はサメでも中身はクラゲやぞ。おもれはまた。すまへん、あんまおもろかったもんやからつい。タワーの人たちを人質に取ってどうするつもりだ。人質。俺はそんなつもりはなかったんだが、ここは確かに人質を利用するのが賢いかも。人質ですって。なんや、一応考えとったんやな。暴れるだけじゃなかったんだ。要求があるなら早く言え。要求、分かってる、今言おうとしたところだ。急に言われてもな、どうしよう。要求は何なんだ、ゲルシャーク。もったいぶってないで早く言っちゃいなさいよ。このタワーの人間どもが人質だ。いや、だからそれはもう分かっとりまんがな。要求でんがな、要求。ファイヤーコンボイを出せ。ファイヤーコンボイと話をさせろ。僕たちでいいじゃないか、言ってみろよ。ダメだ、昨日今日出てきたやつと取引できるか。絶対なんや、聞き分けのない子供みたいやな。いやね、ゲルシャークがどうしてもファイヤーコンボイと話がしたいって。どういうつもりかしら。ゲルシャーク、要求は何だ。ファイヤーコンボイ、あれを持ってこい。あれ、何のことだ。お前たちが大切にしているあれのことだ。調べはついてるんだからな。あれって何やろ。さあ、拙者もわからん。お前たちは調子を合わせろ。そうよ、あれよ、あれ。せや、あれやで。なんか知らんが、それだ。あれとかそれとか言われてもな。知らばっくれるな。人質がどうなってもいいのか。あ、もしかするとあれってあれのことじゃ。いや、だからあれ、だからオーパーツのことか。そう、それだそれ。いいか、日暮れまでにオーパーツを持ってこい。少しでも遅れたらこのタワーを破壊するぞ。わかった、すぐに持っていく。ねえ、オーパーツって何。やはりデストロンガーもオーパーツを探していたのか。ゲルシャーク、私が着くまで早まった真似はするな。安心しろ、大切な人質だ。まあ、これだけのタワーだからそう簡単に倒れたりはせんだろうがな。どうして、どうしてなの。サイバトロンたちは我々が大西博士の情報から探しているあれのことをオーパーツと呼んでいるようです。ゲルシャークめ、今回はなかなかいいところをついたな。やつにしては上出来だ。ここは爪が肝心、よろしければこのブラックコンボイは。よかろう、行ってくるがいい。はっ。それ以上近づくな。近づくと手を離すぞ。倒さないように支えてんだろ。うるさい。ガスカンク、ギルド、グッシャー。何を見てる、早く手を貸さんか。
あら、私たちは近寄ってもいいの？当たり前だ！揺り返しや！人質にもしものことがあったら要求がおじゃんだから焦った焦った。しかしいつまでこうして支えていられるかしら。若、手助けを。ダメだ、お前たちは近寄っちゃいかん。根性でしのいでみせるよ。バカ、ここはギルシャークの言うことを聞くんだ。待っていてくれビルドマスター、すぐに行く。コンバットローか、よりによってこんな時に。ヘッドアウト、アルスレーダー。邪魔をする気か。ファイヤーコンボイをタワーに向かせるのは、コンバットロン合体指令。イエスサー、トランスフォーム。お題合体バルディガス、ランドミッション、トランスフォーム。何のつもりだ。私はゲルシャークに言われてタワーまでオーパーツを持っていくところだ。邪魔をするな。ゲルシャークに渡す必要はない。俺が受け取ろう。そうはいかん。オーパーツを持っていかなければ人質が危険にさらされる。そんなことは俺の知ったことではない。デッドミサイル。今だ。イエスサー。さっさとオーパーツをよこせ、ファイヤーコンボイ。こんなところで戦ってる場合ではない。より高なるこの胸の内。頑張って。おい、お前たち腰に力を入れろ。絶対にタワーを倒すんじゃないぞ。何それ、さっきと違うじゃない。今度は左だ。大切な人質だ。怪我一つでもさせたらタダではおかんからな。我が左20メートルバランス修正、戻り角6メートルで静止。サンキュー。バルディガスはランドミッションか。ブラックコンボイさえ振り切れば。どうした、ファイヤーコンボイ、さっさとオーパーツをよこせ。そうはいくか。エンジン止め投げ。うお、しまった。ファイヤーフラッシュ。フライトミッションならこんなことには。足な真似を。プラズマガン、コンボイガン、ファイヤーコンボイトランスフォーム。クソ、逃がすか、ファイヤーコンボイめ。ああ、こんな時に。どうしたの。背中が痒くなってきた。なんじゃそりゃ。こら動くな。自分で自分の背中が描けないなんてもどかしい。この辺だよ、ちょっとなら描いてやるぜ。そうか、この背中の横んとこ。一瞬手を離すからな、ちゃんと支えてろよ。あ、頼む。ここか。もうちょい横。ここか。
もうちょい上。じゃあここか。ああ惜しい。じゃあここ。ああそこそこ大当たり。ああ生意気な若造だと思ったが、こうしてみると結構いいやつじゃないか。ああダメ。やっと支えてよ。どうだケルシャーク、タワーの人々を解放すれば自分で思いっきり背中かけるぞ。それは確かにそうだが、このままではいつか支えきれなくなる。人質にもしものことがあったらどうするんだよ。ギルシャーク頑張って。お前たちにはあの痛いけな少女の声援が聞こえないのか。死んでも踏ん張るんだ。あんた言うとることがバラバラですって。そうそう、これ支えるのも限界よ。うん、よし、じゃあ多数決を取る。人質を解放した方がいいと思うやつ手を挙げて。はーい。手を離すな。あんたが手上げろ言うたやないの。解放するにしてもタワーを固定させないことには。お、ファイヤーコンボイ。うん、ブラックコンボイや。ブラックコンボイトランスフォーム。油断したな、ファイヤーコンボイ。トランスフォーム巨大合体スーパーファイヤーコンボイ。ファイヤーコンボイ、ブラックコンボイなんかいいでもだれ。そんなやつぶっ飛ばしちゃったっていいのよ。やれやれ、構わんからコテコテに乗せてやれ。どっちの仲間なんだよお前たちは。ふん、うるさいやつらだ。ビルドマスター、砲撃に警戒しろ。警戒って言われたってこんな状況じゃ。ワカ、私たちにお任せを。任せた。オレンミサイル発射。フットバケット、クレーンマグナ、ショベルシザー。いいぞ、さすがビルドマスターだ。危ないわねブラックコンボイ。人質にもしものことがあったらどうする気。ご覧ください、デストロンガーの仲間割れでしょうか。ゲルシャークたちがサイバトロン戦士と一緒に懸命にタワーを守っています。声援を受けるってのはなかなかいいもんだな。なに、しまった。なあ、揺れる。なんてことをするんだブラックコンボイ。人質などに頼るのは力のない証拠。俺は実力で奪う。そんなことはさせない。赤いロケット弾。しまった、今日のところはこれまでか。これ以上ここで支えるのは限界だ。揺れに逆らわずに移動するには狭すぎる。このタワーの規模だ。少なくとも300メートル四方は必要だ。そんな広い場所はないぞ。なければ作ればいいさ。周囲のビルに人はいないんだろ。さすが若、早速やりましょう。ケルシャーク。なんだ若造。ビルを壊すにはビルドマスターが合体しなければ無理だ。僕は抜けても大丈夫かい。うん、任せなさい。よし、任せた。やー、本場に行ってもだ。トランスフォーム。オルネード合体ビルドキングタイフーンモード。これはどういうことでしょうか。サイバトロン戦士が周囲のビルを破壊し始めました。きっと何か理由があるんだよ。あ、どうせならアイシャと一緒にいたかった。真っ赤なボディのカワウソちゃん。もう限界だ。のしいかになってまうで。あんた帰るでしょ。私も手伝おう。おお、それはすまん。で、ファイヤーコンボイかい。右だ、右、もっと右。揺れ戻しだ、左、左。ああ、また右を右。だから走る、無駄に回すよ。おりゃ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 。オーケー、この穴にタワーの支柱を差し込んで。
や今日は戦ってもおらへんのにえらい疲れたわ。助かった。背中かゆいの治った。ゲルシャーク、あ忘れてた、かい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 、ああヒレじゃ届かんて。やったー。あ、ファイヤーコンボイ。ユキ君、君もタワーにいたのか。うん、でも怖くなかったよ。ファイヤーコンボイたちが助けてくれるって信じてたもん。ねえ、でもどうしてゲルシャークたちはタワーを支えて僕たちを守ってくれたんだろう。ああ、まあ、綺麗な夕日。お、そういえば、日暮れまでになんとかって言ってなかったか。ああ、なんやったかいな。ああ、オーパーツ。ところで、オーパーツってなんだろう。仲間、ダンプカーやブルドーザーを襲う